おはようございます。7月11日木曜日の東京インフォメーションです。東京都は高校生起業家養成プログラム第4期キックオフイベントの参加者を募集しています。第4期キックオフイベントは来月19日月曜日午後4時から6時半まで、東京イノベーションベースと YouTube のライブ配信によるハイブリッド開催です。定員は会場が100人程度で、オンラインはありません。来月16日金曜日の正午までに公式ホームページからお申し込みください。対象は高等学校、高等専門学校または高等専修学校の在籍者、保護者、学校関係者などどなたでも参加できます。また育成講座は来月24日土曜日から9月28日土曜日までの期間に全7回開催されます。原則リアル開催ですが、一部オンライン開催があります。参加を希望する人は公式ホームページからお申し込みください。都は中小企業が開発した障害者向け製品などの販路開拓を支援します。障害者向け製品等の販路開拓支援事業の対象者は都内の中小企業者や団体、個人事業主などです。助成対象となる商品はパラスポーツ関連や福祉用具などの分野に該当する製品、技術、サービスです。対象経費は展示会などの参加費や自社ホームページの制作費、 EC サイト出店初期登録料などで、助成率は3分の2以内、限度額は150万円です。来月19日月曜日の午後5時までに東京都中小企業振興公社のホームページで事前エントリーを行い、今月22日月曜日の午前10時から電子申請システム J グランツにより申請してください。都はシニア健康スポーツフェスティバル東京の参加者を募集しています。この大会は来年岐阜で開催される年輪ピックの東京都代表選手の選考を兼ねています。年輪ピックは高齢者を中心とするスポーツ、文化、健康と福祉の総合的な祭典で、2028年には東京で開催される予定です。大会は9月16日月曜日から11月24日日曜日までの間に、種目ごとに順次都内各所で実施されます。対象は都内在住で59歳以上の人です。参加費は1000円です。今月31日水曜日までにお申し込みください。シビッククリエイティブベース東京ではオーディオゲームセンタープラス CCBT を夏休みに開催します。オーディオゲームセンタープラス CCBT はあさって7月13日土曜日から9月16日月曜日の祝日まで開催されます。期間中には音でゲームを楽しむオーディオゲーム作品の展示や、世界のさまざまな作品をプレイ、オーディオゲームアーカイブプラス、一緒に作るハッカソン、音からゲームを作るなどが体験できます。
CCBT の開館時間は午後1時から7時までで、入館は無料です。休館は月曜日ですが、祝日の場合は翌火曜日が休館になります。今日お伝えした内容は番組のホームページにアップしていますのでご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。